皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、自分の教室を見直すときには、主観と客観をの両方の視点を持った方がいいというお話をしたいと思います。日々、様々な、私のクライアントさんの先生からのご相談を受けています。で、その時にですね、私が、一番心がけてるっていうか、何でしょうかね、一番こう注意している点っていうのは、先生の側の感情とか気持ちに寄りすぎないことと、あとは世間的な部分の、一般的な、感覚っていうものプラス、お客様側の視点に立った目線で話を聞いていくっていうことと、あともう一つですね、その先生の取り巻いている環境とか業界特性にあまりにも左右されないようにしながら話を聞くっていう、そんな感覚で話を聞くんですね。で、教室を見直す時ないしは対策を打とうっていう時には、何通りかの手法を使うことはあるんですけれども、例えば一つにですね、データ分析をするっていうことで、教室にこう訪れている人の人数を見ることができる、Google アナリティクスっていうデータを見ていくっていうことがあるんですけれども、その数字を見た時にどう捉えるかっていうのは、これ人によって実は違ったりする部分あるんですよね。大まかな部分は見ていくべき指標っていうのはあるんですけれども、そこには業界特性ももちろんありますし、その先生がいらっしゃる地域特性とか、先生が集めたいと思っている顧客属性とか、このあたりもこう加味してってデータ読み込まないといけないので、読み込み間違えるとですね、対策が変わってきちゃったりすることとかがあるんですね。ですから、データの方から、考える側面とですね、あと主観に寄りすぎないっていうこと、これ結構打ち合わせしててよく私お話しすることなんですよ。主観とやっぱ客観と両方見てないと、何か対策を打とうという時に対策の方向性と軸がずれてしまうので、今日は、特に教室の見直しをしたい方、ないしは何か集客で一つやった施策がいまいちうまくいかない時に見直そうっていうことを考えた時に、何を中心に考えたらいいのかって、そのあたりのポイントを今日はお伝えしていきたいと思います。まずですね、一つ目です。客観の部分で見ていくためのツールとしてデータですね。ですから、それは Google アナリティクスのようなものであったりとか、必ずしもコンピューターから得られるデータだけではなくてですね、データなので、例えばすでにいらっしゃってる生徒さんとか、あと未来の生徒さんにより近い属性の方の生の声、これもデータになるので、全てネット上で収集しなくてはいけないということではないことをデータと呼んでいると、まずその点を理解していただきたいんですけども、この解析ですよね。ここがですね、結構独りよがりに解析をすると、対策、打つ対策が変わってきてしまうところが多いんですよ。で、そうですね、例えばですね、私自身も感じたことがあるし、アンケートもらったことがある内容で、私がパン教室をやっていた時に、パン教室の売り、特に一番人気のコースだったのが7つの天然酵母を楽しむクラスっていうのがありましてですね、酵母を変えながら毎月こういろんなパンを作っていくっていう、そういうクラスだったんですけども、自分もそれを売りにしてましたし、キャッチコピーに出してやってたし、実際に来る生徒さんは7つの酵母を同時に習える教室がなかったからっていうことで来てた方も非常に多かったんで、もちろん、それを売りにしていたんですよね。で、それが、全国的にも生徒さんが飛行機とか新幹線を使って来ていただけるような状態になった時に、私はもともと遠方の人を集める
つもりで、対策のキーワードを決めていたので、ものすごく局所的なこの辺りの地域エリアをセットにした教室の宣伝をしてたのではなく、全国区でも名前が通ってる横浜ですね、神奈川じゃないんですよね、横浜の方が全国的には聞こえがいいので、まあ、横浜の天然酵母パン教室ということで宣伝をしていたんですけども、まあ、選ばれる理由っていうのはいろいろあるんですけれども、まあ、嬉しいんですけれども、私的にちょっとガクってきたのが、なぜ私の教室を選んでくださったんですかみたいなアンケートを取った時にですね、近かったからとかですねそれが書かれてたんですよ。で、近いっていうのは全然悪いことじゃないんですよ。だけれども、近いから来るっていうタイプの人を集めようって、もしも私が思った場合、まあ、この地域エリアのこの辺りを重点的に集める形になるので、ネット集客じゃなくて、もしかしたらチラシをまく、このエリア限定ですね、やるっていうことも考えるんでしょうし、あと今効果と成果があるかよく分かんないんですけれど、地元のスーパーとかにですね、そういうなんかよくあるじゃないですか、ピアノ教室みたいな感じのこう下に電話番号で URL とかがなんとピッピッってこうちぎってやるような教室案内のなんかポスターとかですね、まあ、ちょっと私的には今一つうまくいかなかったんですけど、郵便局にポスターを貼るとかですね、まあ、そういうこう目に触れるところのリアルな近所の人を集めるっていう施策がいいケースもありますよね。近所の人を集める、こういう人たちが私の教室には好まれるんだっていうのが、もし解析でした、できたら、それに沿った形での集客をしていこうって考える必要があるわけですよね。で、実際に私は遠方でいいと思った理由は、近場の方が集めやすいのは知っているんです。だけれども、理由が近かったからという理由で選ばれたくない人なんですよ。要はそういうこうなかった講座を求めている人が、行きたかったんですって言って来てもらえるような教室にしたかったので、近いというよりはその内容そのものに、共感を持って来てもらえる人を集めたかったっていうのがあるので、ブログの書き方とかも全国対応なイメージで文章とかね書いて集客をしていましたので、自分が誰をまあ集めたいのかっていうことと、まあ、何に反応したのかっていう、まあ、さっきで言うと、以前、私がまだ解析を上手にそんなにできていない時にですね、やっぱアナリティクスってどこの地域から見られてるのかっていうのも出てくるんですよ。で、大都市はね、やっぱり人口が多いですから見られる確率が高いです。東京大阪とか、まあ、神奈川横浜ももちろんそうなんですけども、上の方とかだと政令指定都市みたいなところですね、名古屋とかそういうところからも見られてて、福岡とかですね、見られていたんです。で、それがとある時に解析した時に47都道府県からアクセスがあるっていうのを珍しがられたことがあります。解析する人に普通はある程度のその居所地域、私の場合横浜なんですけど、その地域に固まったところから、見られていくケースが多いんだけれども、珍しいパターンですねっていうことで言われていたので、私が全国展開をしたいと思ったから、全国の人が少ないですよ、数は少ないんですけれども、見てくださってるという結果が出ていて、じゃあそれをじゃあどう考えるかっていうと、そういう外向きの発信の仕方が間違ってなかったんだなというふうに思うということになりますね。これで私が全国発信をしたいのに見られてる地域が少ないとした時には、じゃあそれをその地域の人に見てもらうためにはどうしたらいいんだろうっていうことを当然考えていく必要があったりとかしますよね。なんでデータっていうのは結構いろいろ使い出があります。で、アクセスって言われるそのサイトに訪れる人の人数が、まあ、月間のおよそ業界的な平均値っていうのがあった場合に、それ以上に見られているのに、
制約率の方が異常に低いという場合は、まあ、いろいろチェックポイントはあるんですけどね、あのウェブサイト上だけで制約させるような形でウェブサイトをもしも作ってるとしたら、その申し込みページないしは第一印象がよろしくないかとかですね、第一印象がよろしくない場合には滞在時間が例えば短かったり、トップページの滞在時間が短かったりすると、あすぐ帰っちゃったんだっていうのが分かれば、読んでもらえないから当然申し込まれないということになるので、第一印象が良くなかったのかっていうのももちろん反省点にはなってきたりしますよね。そうした場合にはじゃあキャッチコピーを変えるのか、ヘッダーを変えるのかとか、あとそのヘッダーに続く魅力的な文章を変えるのか、そもそもコンセプト自体が全部間違っちゃってるのかとかあのいろいろ検討する、ね、事項とかはあるんですけれども、そのアクセスが多くて決まりにくい場合、まずウェブ上でっていうことであればそういうことですね。さらにアナログも絡んでくる場合があります。体験会に誘致した場合に、体験会には来るけれどもその先が決まらないとなると、これはリアル対面の営業スキルないしは傾聴のスキルとか、このあたりが足りてないケースが多いので、あの何段階かこううまくいってないポイントっていうのは、まあ、データ上ですね見つけていくことができたりするわけなんですよ。ですからあのいつもいつもそれを探ってるというわけじゃないんですけど、定期的には教室の見直しとかをかけるときには、その実際のそのウェブ上のデータと、あとお客様の声的な部分ですね、近いっていうことが私にとってはちょっと残念だったとしてもですよあの残念だったとしても、それを支持する人が多いんだったら、商売上手にうまくやるんだったら近い人を集めようというふうに自分が決めて動くっていうのも方法の一個になりますよね。私のこだわりはその7つの工房を好きと思って来てくれる人集めたいとか思ってても、蓋を開ければ近い方がいいっていう人のが圧倒的に多かったら、商売は楽な方でやっていくの方が楽ですからね。あの自分のこだわりはあるにしても、まあ、じゃあ近いところを中心に集客していこうかみたいな、そういう感じになりますよね。だから、来たいっていう人の要望事項と自分が、私の教室ってこんなんですよっていう特徴が一致してれば一番簡単なんですけどね、これがちょっとずれちゃってたりとかすると反応がもらえないので、結果決まっていかないから集客できないっていう、まあ、そういったあのことが起こりうるんですね。だからお客様の声は定期的に聞いた方がいいです。私自身もあのパンの時もそうですし、今のコンサル業の時もそうなんですけれども、タイミングが合う時にはそのお客様の声というか、こう改まってかしこまってアンケートじゃなくて、あの聞きたいようなことがある時にさりげなく雑談の中に混ぜ込みながら答えをもらうっていうことをよくやってますけれどもね、あのそういうのをやるとですね、あの実際に、今度変えていくとかリニューアルしていく時の要素とかポイントとかが見えてきますので、要はそのポイントをしっかり掴んでいると、それに合わせた集客活動ができるっていうことなんですね。文章もそうですし、見せていく写真も全てにおいてです。なんでその全てにおいてうまくいかせるための一つの基礎データがまずデータですね。それがウェブ上であろうと、本当のリアルであろうとっていう、まあ、これが大事だよっていうのがまず大きな手で1点目ですね。で2点目なんですけど、この主観と客観の両方の視点を持った方がいいっていう、この主観と客観がね結構持ちにくいんですよ。私のクライアントさんへのコンサルとしての、立ち位置っていうか姿勢は、もちろんコメントは出します、出すんですけど、それ以前にまず自身ご自身で考えていただいて、で考えていただいた内容に対してコメントを出していくっていう、まあ、このスタンスでやっているので、その考え自体が稚拙なものであったりとか、いやこんなのちょっと恥ずかしいとかいう思う本人が思うような内容であっても、一旦私は全部お引き受けしてお話を聞いて、その後コメントを出してるんですね。ね、この時にですね、よく私がそのクライアントさんに伝える話が多い言葉がですね、それって本当っていう言葉をよく
伝えます。本当っていうのは本人が嘘ついてるとかそういう意味の嘘か本当かの本当ではなくて、本人は本人なりきのロジックがあるわけですよね。という人たちはこれこういうことをするので来ないと思いますとか、この時期はこういう状態でこうだからこの時期には来ないと思いますとか、理由と現象をこうつなげて考えたお話を言うんですけど、その時に私の中で違和感がある時があるんですよ。なぜならばそれはそのなんか教会特性な感じにも聞こえるし、その人個人の主観に基づいた話なんじゃないかなって感じちゃう時があるんですよね。そうするとそれって本当って私が問いかけると、頭の中で本当？ん？どういうことだ？これはそういう場合じゃないっていうこともありえるのかってぐるぐる考え始めるんですよね。そうするとある瞬間に、あ、この考え方は自分が勝手に思い込んでる思い込みだって気づく瞬間とかがあって、でその思い込みを外すとですね、これは実例じゃないですよ、実例じゃないけど分かりやすい例として挙げますけれども、幼稚園とか小さい子供がいる主婦のお母さんが習い事をするためには平日は来ないから、土日の教室は埋まるけれども平日は埋まらないのはそのお母さんたちが土日が好きだからですっていう話を彼に言ったとするじゃないですか。で、平日を埋めたいんですよ、イメージは。平日を埋めるために誰を呼ぼうかっていう話をした時に、その子育てをしているタイプのお母さんたちは、週末しか来れないみたいな、前提があるわけですよ。でも私の中では、それって本当なのかなっていうふうに思ったりすると、それって本当って聞くわけですよ。私がざっと考えられる理由だと、子供を連れて教室に行けないとなった場合には旦那さんとか誰かが家にいる状態の日なら出れるから、だから週末とかっていうのは、理解できるんですよね。じゃあ平日絶対に出てこれないかっていうと、お子さんの年齢にもねよるんでしょうけれども、それこそシッターさんを頼むっていうか預けてくるっていうタイプの方もいらっしゃいますしね。絶対に来れないっていうことはないけれども、教室授業の側の方から見たら難しそうなお客さんに頑張ってトライするよりは、その時間を喜んでくるないしは来やすいタイプの人を集めてしまう方が埋めやすいっていうことを気づけるかどうかなんですよ。人にこだわりすぎてしまうとその人の時間帯とか内容に合わせていくことになりますけど、逆に自分がそこを集めるのがその属性の人は難しい領域の時間帯枠を集めたかったら対象者を変えるしかないんですよね。ここをあまりにも固執しすぎると集客はやっぱりうまくいかないんですよね。だからまず自分の考えは持ってほしいんだけれども、そればっかりが全ての答えではないっていうことを、知ったらいいと思うんですよ。で、一般的に例えば教室の場合ですとね、集めやすい時期っていうのは一応あるんですよ。4月1月9月このあたりですね。4月は分かりますよね。なんか入学でこうみんながウキウキして新しいことを始めるようなこう世間的な流れがあるから、なんか自分もその流れにのどこかなって思う方がいらっしゃると、やっぱりその時に教室入ろうっていう方がいらっしゃる。4月はね、文句なしに多いです。あと1月とか年度代わりになるから、新しいことを今年こそはっていう三日坊主みたいな話ですけど、今年こそは頑張るぞっていうと1月もやるんですよ。であとはもう次は9月とかが多いんですけど、9月はあと1年残りね、4ヶ月ぐらいの時なんですけれども、要はその年度内にやっていくことで来年への加速をつけながら頑張りたい人とかは年度内の、ちょっと秋になって切り替わりの文化の秋ともねいうような、その時期に学びを深めるっていうタイプの方もいらっしゃいます。だから集客しやすい時期っていうのは3シーズンぐらい大まかにはあるんですよ。で、じゃあ例えばその
集客がうまくいかない時っていうのが、そのやりやすい時じゃないと全部うまくいかないかっていうと、そういうことだけではない要因が絡んでくる時があるんですよね。世の中の流れはそうでも、あなた自身のお客様の流れは違う可能性があるから、それを把握して集客活動ないしは告知活動ができると安定的に集客はしやすかったりしますね。ですから私自身もバーの時とかで言うと、今の時期にはもちろんお誘いはかけていくっていうことはしていたんですけれども、それ以外の時期はじゃあ絶対集客できませんかっていうと、別にそんなこともなく2ヶ月にいっぺん集客をかけていたんですけれども、その時に今期お客様生徒さんを、募集かけるんならどんなキーワードでどんなお声掛けすれば気持ちが乗ってくるかなって、考えながら当然文章をね書くわけなんですけれども、でその時にだから業界常識にこだわりすぎると、時間帯もそうですし、あと場所に関しても、私オンラインの講座今は普通になってきましたけど、まだそんなの全然普通にやられてない時代にですね、スカイプでパンを教えるっていうことをトライとかしてみてたんですけどもね。これもだから教室っていうのは自宅のリアルで会うのでしかできない、でしかできないっていうか、でやるのが当たり前って思ってると、ウェブ上で教えようなんていうのは考えないはずなんですよ。で私はでもそれをやると全国的に生徒さんを、気になる方は確保して教えていくことができるかなと思ったんで。スカイプレッスンっていうのを昔やったんですけどね、モニターで。モニター8人で終わりました。で、その理由は、私はネットをよく使っているので、ネット環境が割と家の環境いい状態を作ってるんですよ。だけど、習いたい生徒さんは必ずしもそこまでバリバリのネット環境じゃない人は、ネットが落ちて途中でいなくなっちゃうので、消えちゃう。で、戻ってきた時に続きのパンをやるっていうのは、パンの工程としては難しくてですね、あ、ちょっとこれはダメだなっていうことで試してやめたのが、スカイプっていう、今はズームっていうのを使ってますけど、それを使った講座がそうでした。だからこの時も要は家じゃなくてね、そういうウェブ上で教えることができるのかっていうのを検証するっていう、アイデアベースからスタートしてるんで、これもやはり業界の常識に凝り固まっていると、そんなアイデアは浮かばないので、なるべく新しいことを考えるときには頭柔らかくしてトライするようにはしています。でないと、今までの業界の常識にとらわれながら新企画組んじゃうと、大して変わらない内容になったりすることが多いですね。あとはそのヒントとアイデアをもともと得るために、いろんな人とやっぱ会っとく方がいいですね。いろんな人と会うってことは、いろんな業界の人と喋ることになるので、あ、そこはそう考えるんだみたいな新たな気づきとか、そういうものとか、参考の意見、違う角度からの参考意見とかも聞けたりするので、やはり人と出会ったり人とコミュニケーションを取っていくっていうのは、そういった何か自分の教室とかを PR とかする時の主観ではなく、客観の方からの目線を見ることができるのでおすすめですね。客観の方の目で見ることができると、売れるものと売れないものが見えてくるので、売れるものを中心に外に出していく能力とスキルがあれば、あまり外れがないことになります。なのでそういう観点で、考えてってみていただけると、いいかなと。主観にね、寄りがちなんですよ。もうちょっと広く見て、こういうお客さんならきっと来てくれるに違いないって思った時には、それはなぜ来てくれてるのかをやはり把握するっていうことを考えないと、打つ手立てが間違ってしまう。広告も、その広告打たなくてもいい広告を打ってしまうようなケースとかもあったりしますので、通常はもちろんね、起業初期の先生が広告を打つことができないことも多いんですけれども、誰を集めるかっていうブログを書いていくにしてもですね、主観でこういう人
に私の教室は好まれるし、その特徴はみんなが喜ぶはずみたいな感じでやるよりは、やっぱ声ですね、あと客観視、私のような例えば対峙するコンサルタントとかの意見を聞きながら進めていくっていうのももちろん一つの手ですよね。だから主観と客観と両方の視点を持って、今自分がなすべきことをしていくプラン、業績は今落ちてるけれども例えば回復するのはどれぐらいの時期で回復してくるだろうっていうのを予測してみるとか、そんなことに使えたりとかします。なのでまとめとしては、自分の教室を見直すときには主観と客観の両方の視点を持ってる方がいいのですが、それはデータを使っていくっていう場合と、2つ目が引いた目で自分の授業を確認していくことができる、だから異業種の考え方も取り入れてみる、このあたりがポイントになってくるかなと思いますので、ぜひご参考にしてください。それでは。